チフレ。皆さんこんにちは、チェギダカです。今日の動画はこちら。はい、こちらはですね、チフレの商品たちでございます。こないだドラッグストアに行ったら、なんかチフレのねセクションをこうチラッと見たらさ、なんか新しいアイブロウマスカラとかニュアンス系のアイシャドウとかが出てて、え、ちょっと知らない間にまた進化してるのチフレと思って、ちょっとね、真新しいものを集めてこのルック仕上げてみました。今年始まってまだちょっとしか経ってないんですけれども、今年一感動しております。私、うん、最近さ、キャンメイクとかセザンヌにばっかりこう集中していて、チフレ見てなかったなっていう風に思った方、私そうなんだけれども、いいものあったよ。はい、なので気になる方はぜひぜひこのままご覧ください。どうぞ。はい、それでは始めていきます。今回は主に真新しかったのは、主にというか全部だね、カラーものの商品しかないんだけど、ちょっと一応もうね、日焼け止め下地はつけちゃってるんだけど、私これ好きなんですよね、チフレのコンシーラー。私はねナチュラルっていうカラーを使ってるんだけど、これね意外にいいんですよ。意外にって言ったら失礼かもしれないんだけど、なんかね程よいカバー力と保湿感のバランスが良くて好きです。これは結構ねナチュラルに仕上がるコンシーラーなので、こんな感じで広めにつけてあげても大丈夫で、ちょっとね濡れたスポンジでわーっと隠したいところを中心にまず隠したら、それをね全体に伸ばしていってあげる感じで塗布していくと、なんかね薄付きのファンデーションみたいな仕上がりになって結構ねいいんだよね。なんか感覚としては、ディオールのフォーエバーのコンシーラーあるじゃない、あれとはまあ別物っちゃ別物なんだけど、あれもコンシーラーとしてだけじゃなくてもファンデーションとしてもいけるようなテクスチャーじゃない、それに似てる感じ。はい、半眼仕上げてみるとこんな感じ。つけてない方をつけた方ね、綺麗じゃない。なんか本当にガッツリカバー力のコンシーラーで仕上げてしまうと、なんだろう、ケーキっていう感じだよね。本当に両面つけてるみたいなカバーっていう感じになってしまうと思うんだけど、これはね程よいので、なんか全然ねファンデーションとしてもいけるんだよね。じゃあもうこっち側もちょっと足りないなと思ったら、こんな感じで重ね付けしてってあげると、程よいねオレンジの色が入っているので、シミも結構ね薄くカモフラージュしてくれるのが良いところ。おすすめはね本当にこういう濡れたスポンジで広げてあげると、綺麗にツヤ感を保ったままつくかなと思います。はい、こんな感じね、綺麗じゃない？意外とチフレの名品で、パウダーも特に新しいものはないので、こちらのねチフレのファンデーションこちら使っていこうと思います。これもねまあまあこの値段にしてはっていう風に思っている。うん、良いと思うよ。コンシーラーで結構もうベースができちゃってるから、厚塗りにならないように本当にちょっと隠したくてセットしたいところだけつけてきます。はい、そしたらアイブロウ行きたいと思います。これはね、ちょっとね、横目では見てたんだけど、なんか購入までには至らなかった商品なんだけど、今回ね、購入してみました。はい、チフレのアイブロウパウダーの PK の10番と OR の10番。こっちの OR の10番は限定パッケージで、限定みたいですね。でもね、結構まだ、ドラッグストア行くと普通に置いてあるから、うん、全然あるんだと思います。で、この、2色をちょっと使ってみたいなと思って、ピンクは引き続きさ去年から流行ってると思うんだけど、今年23年、結構オレンジのアイブロウの商品とか見かけるなと思うので、これはいいんじゃないと思って、じゃあまずピンクから仕上げていきます。なんかこのピンクを抜かすと日常使いできそうなカラーが基本色として入ってるのはいいよね。じゃあまずこのカラーをベースで入れてきます。おー、全然問題ない、全然問題ない。そしたらこのピンクのカラーを
重ねていきます。ああ結構ピンクだね。なるほど、結構ピンクが分かるような存在感の発色というか色味だね。じゃあ最後この締め色をテールのところに足して眉頭に向かってぼかしてきます。はい、まずはこちら PK10 番で仕上げてみるとこんな感じです。ね、全然問題なくないですか。まあ問題ないって言うとあれなんだけど、なんだろう、これだけのプチプラ、最近ね、プチプラの垣根って何みたいな感じになってきてると思うんだけど、チフレもね、やるじゃん。いい感じ。じゃあ、こちら OR10 番使ってみようかな。じゃあまずメインで同じくこのカラーを全体的にまず入れてきます。すごいね、粉質がなんか伸びやすいというかすごいね、塗布しやすい、使いやすいよ。発色もいいしブレンドもしやすいし、おいいですね。じゃあオレンジ、結構ブラシで取ってる時の様子を見ると柔らかめの粉質だね。あ、オレンジも結構オレンジだ。うんうんうん、あ、悪くないですよ。じゃあ最後この締め色で塗布してみると、はい、こんな感じ。右側 OR の10番で仕上げてみるとこんな感じです。 PK10 番、 OR の10番。あ、両方ともね、なんだろう、仕上がりとしてはナチュラルな感じなんだけど、ちゃんとねオレンジとピンクの存在感がわかるような色味。あ、良い良いですね。あ、これはもっと早く試せばよかったな。あ、良いかも。うん、そしたらアイブロウマスカラ、これね確か試したことなかったと思うんだよね。チフレのアイブロウマスカラ、私はね BR の10番ライトブラウンっていうカラーを使ってみようと思います。これはピンクとかオレンジに傾いてるわけではなく、ただただ薄めのブラウンですね。じゃあまずはこちらから。ん？色つかないあれ？ちょっともう一回。あー、どうなんだろうな、まあ、ちょっとベースのカラーは違っちゃうんだけど、つけた方、つけてない方、ほんのり色づく感じかな。なんか最近出てるケイトのアイブロウマスカラとかは本当に眉毛の地のカラーを消して、本当コンシーリング効果だよね、消して眉に新しいカラーをのせるっていうイメージなんだけど、これはおそらく毛流れを綺麗に整えつつ若干色が乗るっていうイメージなのかな。今ねこうやって塗布してても色味をねほぼほぼ感じてないですね。なので眉の地の色はそこまで変えたくない、毛流れだけどうにかしたいっていう方、でもほんの少しだけつきたいよっていう方にいいのかもしれない。あの海外コスメにはなっちゃうんだけど、アナスタシアビバリーヒルズとか、あの眉毛のねプロダクトですごく有名なブランドとかも、そういうねなんかクリアなタイプのブロージェルっていうのもニーズがあるので、これはねそういう意味ではうんいいのかもしれない。はい、それではアイシャドウいきたいと思います。アイシャドウはねちょっとね気になるものが2つあったので、2つとも購入してみたよ。はい、チフレのツインカラーアイシャドウの75番、ちょっとモーブっぽいこのブラウンのツインセットと、42番、このねオレンジ系のものを2つ購入してみました。ちょっとまずこのモーブっぽいカラーからいこうかな。じゃあこのカラーをまずベースとして入れてきます。わっ、え、発色すごい、チフレ何何何、めっちゃいいんだけど。あ、いやいや、え、知ってた、みんな何これ、え、チフレめちゃくちゃ進化してない？いやー、すごい使いやすいカラーだぞこれ。ピンクブラウンの中にちょっとモーブ感、紫感
とかちょっとグレー感もあるんだけど、私でも使いやすいような、なんかちょっとなんか血色悪いような印象にならない、ちょうどいいブラウン、モーブブラウンって言ったらいいかな、綺麗。じゃあこのカラーでなんかね、もうこれだけで良い感じがするんだよね。なのでこれをアイラインとしてちょっと細めに入れていこうかな。よー、かわいい。ジブレの進化すご。まずは75番で仕上げてみるとこんな感じです。めちゃんこ可愛くないか。一つ思ったのは、めちゃくちゃね、なんかちょっとパウダリーな感じで、パウダーが結構散ってるなというのはあるんだけど、特にね顔に落ちてくるわけでもないので、まあ大丈夫かなと思うんだけど、つけるときにちょっと注意した方がいいかなっていうのと、アイシャドウが落ちやすいよっていう方は、なんかさっきのコンシーラーとかでもいいんだけど、ベースをちゃんと仕込んでからのせてあげるとついててくれやすいのかなと思っております。すごいなんか色っぽくてね、上品なカラー。いやではこちらの42番オレンジ系を使っていこうと思います。まずはこのオレンジをちょっとね、ふわっとめのブラシにとって、アイホール全体に入れてきます。さっきよりももうちょっと眉骨の方にふわーっとグラデーションアップしていく感じで、かわいい。まあ結構ねストレートなオレンジではあるかなと思うんだけど、仕込みのこのベースのカラーとしてはとっても可愛いと思います。ではこのブリックカラーを、このカラーは発色良さそうだな、このアイホールのね下のところ。はい、すごい、わー綺麗、すんごい綺麗な発色よ。なんだろう、どうだろうな、今日の服的にはこっちのモーブとかの方が落ち着いてて綺麗かもしれないんだけど、これはこれでおしゃれで可愛いよね。そしたらマスカラを仕上げて戻ってきます。はい、マスカラをして戻ってきました。すごい、このアイシャドウ綺麗な仕上がり、本当にすごい。いや、今年って始まってまだちょっとだけど、今年一びっくりしております。ジフレの進化すご、ほんとすごい。そしたら、ちょっとねフェイスに戻っていきたいと思いますよ。シェーディングパウダー気になってて、こちら使ってみようと思います。ジフレのシェーディングパウダーの1番ですね、こちらを使ってみようと思います。このちっちゃいブラシはねちょっとね使っちゃいけないと思うんだよね、シェーディングに。失敗する率がね高くなってしまうような気がしております、個人的にはね。なのでちょっと大きめのブラシでほわっと今日はねつけていきたいなと思います。まずブラシ全体に行き渡らせて、ちょっとね軽く手にポンポンってしたら様子をまず見ます。はい、これぐらいのつき具合ねっていう風に分かったら、ちょっとねつけるボリュームとかを上げてってもいいかなと思います。いや、あ、綺麗だな、めっちゃ綺麗じゃん。なんなのチフレ、あ、かわいい。あ、ちょっとつけすぎたかもしれない、調子に乗って。あ、でも綺麗。おー、確かね、もう一個ちょっとねクールトーンっぽいものもあったと思うんだよね。私はちょっとね温かみがあるものを選んだので、なんか言ったらちょっとブラウンのチークみたいな仕上がりになると思うんだよね。なのでこんな感じでほわっと全体的に入れてあげても多分ね大丈夫な感じになってると思うんだけど、うん、すごい、めちゃくちゃ綺麗に仕上がるパウダー。なんかね、私ここら辺にテクスチャーがあるんだけどさ、ニキビ跡ね、それがあんまり汚くなってる感じもないし、あ、いいですね。あ、まあ、若干ちょっとやっぱり浮いちゃうかな。でもうわ気持ち悪いみたいな感じになる時もあるから。500円でしょこれ、
素晴らしい、良い、うん。そしたらチークいこうと思います。チークはね、この2つ使ってみようと思って購入しました。300番っていうパープル系パールっていう、ちょっとねパール感がある、あ、ハイライト効果があるのかなと、111番っていうピンク系を使っていこうと思います。なので今日はこっちのねパープルをまずベースとして使おうかなと思います。ほわっとしたブラシに取りまして、チーク全体にねシュッと入れてあげます。おお、あのすごくね控えめな光り方かな、うん。でも綺麗な紫感は出るから、下に仕込んであげると良いかもね。はい、半眼つけてみるとこんな感じ。つけてない方、つけた方、うん、ちょっとツヤっとした感じにはなるかな。じゃあ反対側も、うん、いいですね。じゃあこちらのピンクをちょっとここら辺に重ねていきます。お、かわいいベビーピンクっていう感じかな。うん、いいですね。ま、今日のこのアイラックとは若干なんだろう、透明感出すぎかなというような組み合わせにはなったんだけど、うん、でもあのブロンザーのカラーとかと重ねながら調節してあげるとちょうどよくなってくるね。あ、良いですね。うん、他のカラーもちょっとね試してみたいな。パール感は控えめだね。うん、そしたらリップに行く前に、これね使ったかもしれないんだけど、以前にねリップライナーをちょっとね仕込んでいこうと思います。これはね143番のピンク系っていうカラーなんだけど、今日はちょっとドレッシーでねしっかりした感じにしたかったので、ほんのちょっとだけこの人中のところをオーバーリップ気味に。結構私ぐらいの年代になってくると、このねリップのラインがぼんやりしてくる方多くなってくるの。私もねぼんやりしてきてるんだけれども、こういうね自分のリップの地の色とほぼほぼ変わらないようなカラーでちょっとねリップの輪郭を濃いめに取ってあげて、それで自分の好きなカラーをのせるとナチュラルに仕上がると思うのでやってみてね。ではリップこれ使いたいと思います。ね、リップスティックの744っていうちょっとねブラウンっぽいカラーかな、つけてきます。待って、色乗らないんだけど。あ、ついた。うん、色は悪くないんだけど、なんかちょっとツルツルしててクリーミーじゃないなという印象なんだけど、うん、カラーはね可愛いと思うよ。はい、仕上がりはこんな感じです。いかがでしたでしょうか。いや、久々チフレ使ってみて感動が巻き起こりました。本当に。ちょっと振り返りますね。で、まずアイブロウなんだけど、アイブロウこれ良いと思います。まあ、このねピンクとかは、まあ、セザンヌとかキャンメイクも出しているから、本当にねニュアンスカラーでどれが好きかっていうのを選んだらいいんじゃないかなと思うんだけど、これねまだ売ってるので OR の10番、この春とかめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思うので、ね、個人的にねおすすめですね。うん、クオリティもすごく全然問題ないと思うし、うん、良いと思う。あとね激推しはねアイシャドウかもしれない。特に個人的にはね75番のこのちょっとモーブ感があるようなブラウンというか、なんかすごく上品だよね。このカラー良いと思います。2色でこの感じ再現できるのは、なんかもう使った瞬間デパコスっぽいなっていう風に思ったくらいめちゃくちゃ品のあるカラーで、とってもおすすめ。75番、500円だからねこれね、素晴らしいと思います。オレンジもねすごくポップした感じで可愛いとは思うんだけど、この微妙なニュアンス感だよね、ちょっと高級感があるような。75番めちゃくちゃ
推し良いと思う。ほんでフェイスカラーだよね。一番のこのねシェーディングパウダーはとっても使いやすいと思う。特に夏ブロンジングをしてちょっとね顔に温かみを出したいよっていうカラーとしてはめちゃくちゃいいと思うし、なんかチークのカラー結構ここら辺がポップなカラーだったので混ぜてあげても綺麗にねちょっとニュアンスが出て可愛いんじゃないかなと思うし、あとこの300番パール系のチークなんだけど、これはね若干個人的にパール感が少ないなとは思ったんだけど、あと紫系のチーク試したいけどあんまり高価なもので失敗するのはっていう方とかには全然これでいいんじゃないかな。まずこれでちょっと冒険してみて、いやいいかも、自分にこういうカラー合ってるかも、もっといろいろ冒険したいっていう方はスックのね水泡とかそういうのをチャレンジしてもいいかなと思うんだけど、ほんとね綺麗に透明感出るし、紫の仕事はちゃんといい仕事をしてくれてると思うので、うん、特になんだろう毛穴目立つ感じもないし、うん、一番最初に試すものとしてはとってもねいいんじゃないかなと思う。全然ね悪くないと思うし、こちらチークなんだけど111番は私にはそんなに合わなかったのかな、というか今回のアイシャドウとそんなに相性良くないかなとは思うんだけど、チークとしてはね悪くないと思います。好きなカラーをねいろいろね楽しみたい方にはねすごく嬉しいよね、このサイズ感とお値段いいと思う。でちょっとがっかりだったのがこのリップね、なんか唇の上でこうツルツルというかクリーミーに広がっていかなかったのが若干うんとは思ったんだけど、カラーはねすごく綺麗なカラーだと思うので、テクスチャーはそんなに気にならないよっていう方にはね良いのかもしれない。これもねたくさんカラーあったからいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じでございます。チフレめちゃくちゃいいもの増えてたから今年はねベースメイクとかにも期待したいなって勝手に思ってるんですけど、うん、よかった。久々ドラッグストア行ってチフレ見たら見てみてアイシャドウめちゃめちゃおすすめです。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画も何か皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。